最近ありがたいことにコメントをね、いただく機会が多くて、まあ、あれ結構嬉しいんですよね。動画撮ってる時ってもちろん一人でね、独り言のように喋ってるんですけど、まあ寂しいんですよね。で、編集してアップして、そこまでね、ずっと一人の作業なんですよね。で、コメントなんかいただくと、やっぱね、反応があるなっていうか、伝わってるなとか、見ていただいてるなっていうのがわかるんで、本当ね、一言二言でもね、本当に嬉しいんですよね。はい。結構もう励みになってます。それがね、動画アップの、動画更新のね、原動力には本当なってますね。はい、で、その中でね、コメントいただいてる中で、ある方がね、同一車種で、まあ、他のね、メーカーで比べて、メーカー別で比べてみてほしいっていうのがあったんですけど、まあ、そのね、コメントいただく前からちょっと用意してた企画っていうかね、のがあって、こちら、トミカプレミアムの、GTR50 by イタルデザインなんですけど、これ皆さんね、かっこいいよねって言われてて、まあ、出来もいいしみたいな感じ言われてて、いや、私正直、どうかなっていうのがあったんですよね。まあ、実車と比べる、まあね、この3インチサイズのね、ミニカーで実車と比べてどうこうっていうのもナンセンスなんですけど、トミカプレミアムちょっと出来いいかなって疑問があったんですよね。かっこいいかって思って、で、ちょっともしかすると私の感覚がおかしいんじゃないかなとも思ってたんですよね。皆さんがそこまで言われるなら、で、まあこちらね、トミカプレミアムなんですけど、比較としてはね、ちょっと海外メーカーのしかなくて、エラか、新品ですね。はい。タイムマイクロ。まあどちらも64分の1ですね。これぐらいしか多分出てないのかな、このサイズ感っていうか、3インチ64分の1っていう。ちょっと私がね、知らないの、メーカーさんのもしかするとあるかもしれないんですけど、こちらね、もうエラカーがね、2000円ぐらいかかったのかな。で、タイムマイクロなんて2500円ぐらいかかってますからね。こちら多分同じような色のやつを取り寄せてるはずなので、こちらをね、開封して比べてみて、私の感覚おかしいのかどうかちょっとね、検証したいと思います。まずはこちらのエラカーからですね、はい、思ったより暗い色のやつだったらグレーって書いてあるからこんな色だった、トミカプレミアムみたいなね色かなと思ったんですけど、結構黒っぽいですね。で、これボンネットが別パーツになってて、こうやって開くんですよね。はい。で、つけてます。で、私の答えはちょっと塗装不良がここね、結構目立つ箇所にポツンとあるんですよね。いいところにあるんですよね、また。ちょっと悔しいなと思って。で、こんな感じですね。映像だとちょっとやっぱ暗く見えるかな。どうだろう。こんな感じで。で、トミカプレミアムで別パーツになってたこちら、リアパーツもね、別パーツではないです。ボンネット開くからといって、こう、チリがなっていう感じでもないですし、結構きちんとね、パーツはまってます。若干ここね、浮いちゃってますけどね。では、トミカプレミアムと比べてみましょうか。こんな感じ。多分ね、お口の表現、ここ。これが私気になってたんですけど、やっぱトミカプレミアムの分厚いっすよね、ここ。下唇。わかるかな？ここの表現ね。だからなんだろう、こう、トミカプレミアムって鯉がこう、鯉みたいな、なんか魚類系のイメージがあったんですけど、エラカーだと、そんなイメージ全然ないんで。やっぱこう目立つなぁ、塗装不良。ですね。こんな感じ。トミカプレミアム63分の1か、ちょっとでっかいのかな？にしても結構サイズ差があるな。64分の1と63分の1のサイズ感ではないぐらいトミカプレミアムの方が大きいですね。リアはね、多分、どうだろう。エラカーはね、クリアパーツなんですよね。ここ50なんか書いてあってね。トミカプレミアムの方が塗りなんですけど、まあ、リアで言えばトミカプレミアムの方が私好みですけど、やっぱね、こう大事なお顔の部分が、お顔っていうか口くちばしの表現がちょっとね、分厚すぎるんですよね。やっぱトミカプレミアムの感じっすね。もうちょっと明るい色だったらよかったけどな。グレーって書いてあるからこんな色だと思ってた。
まあ、エラかこんな感じですね。で続いてが、タイムマイクロっていうよく聞き慣れないメーカーの分なんですけど、まあ、中華製のミニカーかなになるかと思います。これが一番高かったね、2500円だったからね。あ、送料込みですけどね。こんな感じっすね。で、色的には、なんだろう、トミカプレミアムよりも暗くて、黒に近くて、これよりも薄い感じ、あの、エラカよりね、中間ぐらいの色っすね。で、こんな感じっすね。くちばしの表現が、あ、くちばしの表現が、やっぱ、これ薄いっすね。エラカーと比べてもまだ薄い感じですね。ちなみに黄色のところが金なのかな、これカッパー系じゃないかなって思うんですけど、どうだろう、もうちょっとこうゴールドに寄せてよかったんじゃないかな。あ、エラカーちょっとこの辺塗装ムラがあるな。まあいいやな感じですね。全然違うね、やっぱメーカーによって解釈の違いっていうのは。一瞬あの私エラカーのコピーか何かかなと思ったんですけど、全然違いますね、作りが。どちらかといえば、なんだ、トミカプレミアムに近い感じかな。エラカーって割と細かいんですね。で、こんな感じ。で、トミカプレミアムと比べると、やっぱくちばし全然違いますよね。なんだろう、これ別パーツにしたからかな、トミカプレミアムがね。やっぱくちばし太いよな、この感じ。暗いから分かるかな。まあ、あとはどうですかね、大差ないっていうか、他はねって感じなんですけど、まあ、2500円も出して買うかなって。まあ台座等々はねついてたんですけど、ただねホイール表現が、やっぱ一番いいっすね。エラカーと比べてもこんな感じ、ホイールなので、まあ、あの、エラカーでいいんじゃないかなと思ってしまいますね。これがちょっと金だったらね、もうちょっと明るめの、全然イメージ違ったんじゃないかなと思うんですけど、やっぱトミカプレミアム、くちばしっていうか、こう、フロント部分、大事なところが、なんだろう、造形がなんかおかしい。解釈がね、わざわざその、たらこ唇っていうか魚類系っていうか、そんな感じにしちゃってるんすよね。だからちょっとなんだろう、タイムマイクロにしてもエラカーにしても見た感じかっこいいですよ、全然。やっぱだからこれあのほら値段の違いとかではないと思うんですよね。もう解釈の違いで、まあ、トミカプレミアムミスったね。このフロントデザインがなんだろう、フロントデザインの造形をミスったから、ミスったというかね、解釈がねおかしな方向に行ってるからかっこ悪いんですよ。やっぱかっこ悪いっすわトミカプレミア。こんなこと言ったらあのまたトミカファンの方が低評価をしていくかと思うんですけど、比べてみてもね、結果だからね。実写でもやっぱ実写に近いのはやっぱこの2つだと思うんですよね。エラカーとマイク、え、なんだ、タイムマイクロだと思うんですよね。実写でもこんなに出てなかったもんね、トミカプレミアムみたいに。という感じで、日産 GTR50 by イタルデザインをね、ミニカーメーカーごとに比べてみたんですけど、やっぱそれぞれね解釈の違いがあって、みんな違ってみんないいなんですけど、やっぱトミカプレミアム分かりますよね。これが、タイムマイクロ、トミカプレミアム、エラカーなんですけど、明らかに唇でかいっすよね。なのでやっぱお顔のね、お顔のデザイン、やっぱミニカーもお顔大事っすよね。印象っていうのがやっぱあると思うので、全体的にね他のフォルムが良くてもちょっとお顔で台無しになっちゃってるんじゃないかなと思います。なのでね、5000円弱もかけてね検証した結果なんですけど、私の感覚はおかしくないぞ、トミカプレミアムどうなのって感じです、正直。はい。で、まあ、これも先ほど申し上げたんですけど、値段の差というよりも本当解釈の違い、造形デザインの違いだと思いますのでね、トミカプレミアム、トミカさんね、タカラトミーにはもうちょっとね頑張ってほしかったかなと思います。でこれから買われる方、GTR50 ちょっと気になるなという方は、エラカーが
値段とね、クオリティが、まあ、あのコスパがいいと思います。実際、まあ、安ければね1500円から2000円の間で全然買えると思いますし、他ねいろんなあのカラーもね展開してますので、エラカーね、おすすめです。で、まあ、造形というかね、あの細部なんかの出来もねいいのはやっぱタイムマイクロ、こちらの分が良かったんですけど、やっぱりね価格がねちょっと高いのと入手性が悪い、どこで売ってるかよく分かんないっていうね、中華製のミニカーメーカーになるかと思いますので、はい、まあエラカーでいいんじゃないかな、はい、と思います。まあね、買いやすさ、あのトミカプレミアムね言うて実売価格600円前後でしょうと考えたらね、まあいいかなと思うんですけど、どうかな、いやいいかなっていうか、だって正直もう気に食わなかったんですもんね。せっかく実写かっこいいのになんだよこの唇って思ってたんです。はい、それだけね言いたかっただけにね、お金と時間を費やしてこんな動画まで作っております。はい、まあ、こんな感じでね、トミカとか、64分の1のミニカーね取り上げていますので、もしよろしければねチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。あとコメントでね、またこういうのね比べてほしいみたいな、あの多分この車種のこのメーカーとこのメーカーとかあればね具体的に教えていただけるとね集めやすいのと、あの持ってるのもねあるかもしれないので教えてください。はい、まあ、あんまこんな高いね64分の1ばっかはね買えないんでね、その辺ご容赦くださいね。はい、で今回はね以上になります。はい、ありがとうございました。